知恵畑東部練馬菜園アドバイザー高木です。今日は春夏の野菜を苗を植える前の、コガネムシあるいはカナブンといったいわゆるネキリムシの害虫対策について少しお話をさせていただきたいと思います。本来ですけども土作りの、ね、段階で土の中に潜む害虫カナブンやコガネムシあるいはヨトウムシと幼虫をね探すのが基本なんですけども、どうしても見逃してしまう。せっかくね、きちっと植えていただいて防虫ネットをかけていただいているにもかかわらず、ある程度成長した段階でネキリムシにやられる、あるいは葉っぱを害虫に食い荒らされてしまうというようなねトラブルが発生しがちです。なるべく植える前に、植える直前に害虫の対策は、やっておくべきだというふうに思っております。今日は、植える直前にね皆さんに注意していただきたい方法や対策等をご紹介していきたいと思います。最後に質問にもねお答えさせていただきます。ご覧ください。それでは行ってみましょう。カナブンやコガネムシの幼虫というのは未熟ないわゆる堆肥のようなところにたくさん発生すると言われています。そこら辺をちょっと見ていきましょうか。未熟なことがね悪いわけではありません。根っこや茎がねこういった幼虫の食事になっています。コガネムシやカナブンの幼虫は害虫とは言われてますけども、堆肥の中で茎や根っこを食べてそれを消化して糞として排出する、これがねとてもいい堆肥になります。では実際に見てみましょう。こちらをご覧ください。ここはですね当菜園の残骸を堆肥化するように設置した場所です。少しねこの表面を掘ってみます。もうこれね出てますね。カナブンやコガネムシのねこれが幼虫です。でこの幼虫がここに捨てた残骸、野菜の茎や葉、根っこあるいは雑草等をねこの子たちが食べます。で糞として排出すると、そうするとこのようないい土に残骸が戻っていくというサイクルになります。害虫とはいうもののこういった役割をね十分ここでは果たしてくれています。もう少し掘ってみましょうか。ミミズやねこれダンゴムシこれ随分いますね。これなんかもとてもいい役割をしてくれています。ミミズなんかもね出てくることがありますけども、ミミズはとてもね野菜作りに対しては有効な動物になってます。暖かくなってきたので表層部分にね牛も上がってきていますね。深い方がこのようにほとんどいません。先ほどちょっと表面削っただけであんだけ出てきましたけども、深いところにはほとんど見つけることができません。今の完熟した堆肥をふるいにかけてこのまま畑に戻せるようにしたものがここに山になっています。これはもうこのようにほとんどもうそういった害虫は見られません。実際ね完熟したものかどうかちょっと見てみましょう、ね、このようにね害虫がゼロだとは言えませんけども、ほぼ見つけることができません。先ほど見ていただいたようなダンゴムシ、カナブンやコガネムシの幼虫もほとんど見つけることができません。先ほどの堆肥を一度ふるいにかけていますけども、餌になるものがここにはないので散乱もされてませんしね、もし害虫がここにね残ってたとしても餌がなくて死滅しているというふうに考えられます。今回比較していただいたように、未熟なね場所にはカナブンやコガネムシの幼虫がねあるいはダンゴムシ等がたくさん見つけることができます。植え付ける直前にカナブンやコガネムシの幼虫をどのように探していくかについてお話しましょう。また対策についてもご紹介します。対策の一つ目です。せっかく張ったマルチですけども、一旦剥がして幼虫を探してみましょう。この作業は事前に畝作りやるマルチを張る前に害虫のチェックをしてなかった方はぜひトライしてみていただきたいと思います。マルチをねかける前に念入りにやられた方はここまでやることはないと思います。それではやってみましょう。このマルチが再利用できるようになるべく綺麗に剥がしたいと思います。私の経験ではですね、全部外す必要ないんで、まず片側無理やりね、引っ張らずにこのように移植ごて等を使っていただいて、なるだけマルチが傷つかないように、ちょっと面倒くさいかなと思われるかもしれませんけども、チェックしてない方はぜひやってください。夏野菜にね被害があってからでは遅いので、なるべく、やることをお勧めします。これたまたまですけども、マルチをした中からもう何か分かりませんけども雑草の芽が出てきてるんで、ついでに、ね、抜いておきます。ではここでですねチェックの時のポイントがあります。土をね一から全部耕してはいけません。マルチを張ったところに肥料が分散されているので、この土をね、通路部分に持ってったりするとこの中で肥料分解されています。でその土が外で出ちゃうわけですから、この中の肥料が、また少なくなってしまうということにもなります。上からね、サクサクと掘っていただいてコガネムシを見つけてください。はい、ではやってみましょう。
この時期はもうコガネムシはですね、もうほぼ表面に上がってきています。中に入ってるっていうことはほぼありませんので、このように表面を細かくねチェックしていきたいと思います。植える前にね、このコガネムシやカナブンの幼虫を駆除しているかという部分は収穫にねとても大きな影響を与えます。植えた直後に根が食べられてね、グラグラになってしまい、植え替えがね発生してしまうことがままあります。事前のチェックが重要です。2つ目のポイントです。植える際に少しね植え穴を深く掘ってチェックしてみましょう。まずね根の周りにね害虫がいないかをチェックしていただき、植えていきましょう。それではやってみます。今日はこれトマトを今植えようとしています。まずねこのマルチカッターを使ってこれ植え穴を開けます。この植具ゴテを使いまして、周りを少しこう掘ってみていただいて、深さ方向もですね害虫がいないか見ていただくことが大事です。この程度ね、見ていただければほぼ大丈夫だと思います。はい、それではねちょっと今深く掘っちゃいましたので、トマトの高さを調整します。接ぎ木苗の場合はね、接ぎ木部分が土の中に入ってしまったりして、障害が出てしまうので、気をつけてください。だって私の今までやってきた植え付けは、だいたいこのマルチの面からこのポットの土の表面1センチ弱段差があると、ポット内の方が上です。この穴の深さの基準に今私はしています。人それぞれ皆さんやり方違うかと思いますけども、参考にしていただければと思います。でここにですね、あらかじめたっぷりの水を入れておきましょう。この水が引いたら植え付けていきます。それではね苗を植えます。根が崩れないように根を見てください。先ほど言いましたカナブンあるいはコガネムシの幼虫はですね、この根を食害していきます。結果苗が倒れてしまうということになります。まず周りの土を崩して、穴と苗の隙間をきっちりと土を入れてください。入れ終わりましたら掘り出した土を入れていきます。ここでの注意ポイント、きっちりとこのように親指と人差し指の間にこの苗を入れて圧着させるということが植え付けのポイントになります。この時接ぎ木苗を使っていらっしゃる方は、接ぎ木の部分が土の上に出てるということが条件になりますので注意してください。植え方をね詳しくご紹介しましたが、いくらねコガネムシやカナブンの対策をしても、植え方が甘いとね枯れてしまうことがあるので、その点をねよく注意してください。水をねこれはもうさーっと一かけで大丈夫だと思います。あまりビチャビチャやっても意味がないと思いますので、もうさーっと上げていただく程度で OK です。無農薬の場合はこのように補殺するのがメインになります。薬剤をね使ってコガネムシの幼虫をね撃退する方がおられますけども、基本的にはねまず補殺を試みてください。苗は1週間ほどで活着します。1週間経って元気がなくなっている場合は、植え方が悪かったかコガネムシ被害が出ている可能性があります。少しね苗の周りを掘ってもらって、根がね短くなっているような場合はすぐにね植え替えを検討してください。3つ目です。畝の周りを耕していただいて、未熟な雑草、まあ苗根っこなどがある場合はぜひ除去していただきたいと思います。先ほどねザンさんのところで見ていただきました通り、分解がね未熟な状態ではコガネムシやねカナブンの産卵場所になってしまいます。ある程度ね大きくなってからでは大丈夫なんですけども、植え付け直後の場合は根がねまだまだ短いので、上にね残砂を敷いたり、またね土の中に残ってる残砂などは少しね掘り起こしておいていただいた方がいいと思います。その後ね雑草マルチや余った残砂をねすき込むというのは大丈夫だと思います。栽培初期だけですけども注意していただきたいと思います。先ほどねマルチを一度剥がしましたけども、もしね未熟な堆肥が残っているようであれば、そちらもね取っておいていただいた方がいいと思います。茎だったり分解中の葉っぱあるいは根っこなどはできるだけ除去していただいた方がいいと思います。それではねコメントにご返信していきたいと思います。こちらのね、ナスの動画にコメントいただきました。土作りをしている時に、ナスは肥料を多めに入れたら桑を使って耕しますかというコメントです。これはもう必ず耕していただきたいと思います。肥料のね偏りがあるだけで株ごとにね生育が変わってきてしまいますので注意していただきたいと思います。またね土の表面に堆肥などが残っていると害虫がね寄ってくる危険性があるので、その点も注意が必要です。頑張ってください。今日はコガネムシカナブンの対策についてご紹介しました。この動画が役に立ったという方はぜひ高評価並びにチャンネル登録よろしく
お願いいたします。それでは